こんにちは、ニッチです。今日、8月27日の YouTube ライブみんなの勉強部屋では、作れるのブログで記事を書いてくださっている TK 星新さんの、お話を聞くことができました。 TK 星さん、 なんかちょっと読み方がね、分からなかったんですけど、なんかネット有名になったあの方の名前を取ったみたいですね。で、名前の読み方が分かったし、あとはあのラズパイになぜ興味を持ったかっていうのが、なんか飛行機とか、あと災害時の時に役に立つものを作りたくて、飛行機を観察するだとか、飛んでる情報とか、あとゲリラ豪雨の情報だとかをこう知るためのものをこうラズパイでね、作成したくて、それでラズパイを始めたっていうこと、ラズパイ勉強を始めた、 IoT 機器の勉強を始めたっていうことが始まりだったらしいです。で、ラズベリーパイってそんな活用の仕方があるんだってことを勉強しました。